僕らはさ何もつかんでいない。ベルビーイング、それは体も心も、そして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ、沖縄セルラーがお届けします。郡島にある古民家で竹細工を作る作家さんを訪ねました。泣き人村郡島で昔ながらの民具に魅せられ手作りしている徳留ひろ子さん。一から竹を編む様子を見せてもらいました。徐々に浮かび上がってくる幾何学的な模様、一つ一つ編み込む工程を重ね、いろんな形に生まれ変わるんですね。沖縄の伝統の、 昔から使っている道具、サギ定規だったりとか、アラバーキだったりとか、そういうのを全部習いたいなと思って、一つずつ、はい、教えてもらってます。今習っているのは？今サギ定規です。難しいですね。古いものからヒントを得て、今の時代に合わせた民具も作る徳留さん。アイディアは生活の中から生まれます。沖縄で昔、塩作りの時に水切りに使ってた、このでっかい三角型のぶら下げて使うもの道具があったんですけど、それを昔の道具の本で見かけた時に、これちっちゃく作ったらコーヒードリッパーになるかもと思って作ってみたっていうのが始まりですね。やっぱり作れる方がどんどん減っていく、ので、やっぱり自分も覚えてで伝えれるように、なりたいなとは思います。沖縄に残るささやかだけど価値のあるものを伝えたい、徳留さんのウェルビーイングな思いです。沖縄クリップウェブサイトで過去の放送と詳細記事をご覧いただけます。沖縄セルラーの提供でお届けしました。